イタリア社会党は、イタリアの政党。1990年代にタンジェントポリの中で、旧イタリア社会党の勢力は試算してしまっていたが、その再統合を目指して2007年10月に、結成された政党。社会主義インターナショナル加盟政党。再統合の際に加入した、主な勢力は次の通り。他に、労働組合では恩恵サハローレンのイルが支持する。 これらの勢力が再結集することによって、社会党として結成された。しかし再結党から間もない、半年後の2008年イタリア総選挙においては、ボッセリオ首相候補とし他の、どの政党とも政党連合や、選挙協力を組まず独自に、立候補して臨んだものの4、4%阻止条項に、遠く及ばない1%未満で惨敗し、全議席を失った。これにより、 イタリア議会から社会主義インターナショナルに直接に加盟している政党はいなくなった。選挙後に行われた党大会ではボッセリに代わってリカルド・ネンシーニが党初記長となった。その後デメケリスが離党したが2009年の欧州議会イタリア選出議員選挙では緑の連盟や民主的左翼とともに 政党連合左翼と自由を結成して臨んだが4%阻止条項にわずかに及ばず議席を獲得できなかった。しかしその直後の10月には伝統あるイタリア社会党の究命に服し民主党やキリスト教中道民主連合との提携を模索して統制の巻き返しを図っている。だが党内で長期間にわたり指導力を有していたボッセリが2010年12月に 離党し、中道新党であるイタリアのための同盟へと去るなど、党勢が上向いているとは言えない状態であった。2013年イタリア総選挙においては単独では、立候補せず、民主党の名簿から大議員に4名、元老院に3名の議員を送り込んだ。2018年イタリア総選挙では新政党連合、イシエ A メを結成、民主党と選挙協力しつつ一議席を獲得した。 ありがとうございます。